特集はビデオジャーナリストの阿部幹夫さんによる取材撮影のミキオジャーナルです、はい、今回は民主党の逢坂誠二議員に密着しました。新しくスタートした民主党の中でどんな活動をしているのでしょうか。心身ともに疲れ切った後に戦うのが私どもの参議院選挙です。私は逢坂誠二さんがある政治家のパーティーに出席しているのを目にした。自民党の代議士がずらり並んでいる。民主党の逢坂さんがなぜここにいるのか。ニセコに生まれニセコで育った逢坂さんは昨年秋までニセコ町長だった。児童数7人の宮田小学校が102年の歴史に幕を閉じる。閉校を決めたのは町長だった逢坂さんだ。あくまでも私の原点はこのニセコであります。常に常に自分のルーツ原点というものが私の心の中に湧き上がってくるわけであります。11年前、35歳の役場係長が現職町長を選挙で破った。日本中を驚かせた全国最年少の町長誕生だ。それ以来逢坂さんは脚光を浴び続けている。しかし逢坂さんは任期途中で町長を辞め、民主党から衆議院選挙に出馬し国会議員となった。逢坂さんはなぜ町長を辞めたのか。文献の思想も何もない、国の仕事の責任を放棄するだけだと。小泉政権の5年間を象徴するにふさわしい法案を出してきたものだと、まあ、まさに看板倒れと言わざるを得ないと。もっとやってくれっていう話が。逢坂さんは今日が47歳の誕生日だ。私は逢坂さんを地方文献と自治の論客、生真面目なエリートと思っていた。取材してみると携帯電話を手放さない笑顔あふれる政治家だった。私は素顔の逢坂さんの姿を見たくて議員宿舎の部屋を訪ねてみた。古新聞が几帳面すぎるほどきっちりと積み上げられていた。すべてが整然と、すべてがきちんと片付いている。音楽好きなんですよ。音楽好きだっていうか、あのロックとかね、ボブディラン大好きなんですよ。ボブディランとかザバンドとか、私星好きなんですよ。子供の頃天文学者になりたかった。ストレッチやろうと思ってね。ストレッチやろうと思ってなんかこんなに気にしてるわけですか。気にしてるっていうよりも健康管理全然できてないじゃないですか。これここでストレッチやろうと思って、あ、洗濯物干して。宇都宮行ってたんですよ。いつでもどこでもパソコンを開くのが逢坂さんだ。情報には賞味期限があると考え、最新の情報をインターネットで発信している。携帯で写真を撮り、ホームページの写真日記に載せる。自分が見ているものを自分の目線で伝える。逢坂さんは最新式の携帯電話を買った。子供みたいですね。新しい電話を手にして逢坂さんにはパソコンと携帯電話が欠かせない。今のね、ワンセグ。代表に小沢一郎、副代表に菅直人、新執行部が顔を揃えた民主党の代議士会。最前列に逢坂さんは座っている。
寄り合い所帯といわれる民主党には旧社会統計、新進統計などいくつかのグループがあるが、大阪さんはどのグループにも属していない。将来も特定のグループに属することはないそうだ。政党とかその統制を拡大するなどという意思は私あんまり言えないんだけれども さほどありません。自治の問題を考えるとき政党は意味をなさないと大阪さんは言う。そのためか民主党の衆議院議員でありながら党勢の拡大に大きな関心を抱かない。しかし国政を変えたいという強い意志を持っている。大阪さんはガラスの向こうで行政改革特別委員会での質問の準備をしている。かなり緊張してるんでしょうか。そうですね、今昼からなんでねじり鉢巻きで集中してやってます。私が今目指している文献型社会を作ると、ちゃんとした民主主義を日本に機能させると、それから国政の中に自治の息吹を吹き込むということは、まさにこの国会議員でなきゃできないことですね。大項目だけで1500億とか800億とか、それで予算審議をしてくれ、こんなものは一般国民の感覚からしてみると、言葉は少し過ぎますが、茶番ですよ。物を見せないで判断しろって言ってるようなもんじゃないですか。もっとそこのところ踏み込んだ。霞が関の官僚に対してももっと資料を出せと、もっと情報を明らかにするんだという姿勢を示していただきたい。それがなければこれ出発点全くダメですよ。大阪さんの質問は新聞にも大きく取り上げられた。自民党の議員からもいい質問だった、もっとやってくれと言われたという。ああ、だからいっぱいいろんな要望来るな。ああ、頑張らなくちゃ。心身ともに疲れ切った後に戦うのが私どもの参議院選挙です。民主党の大阪さんが自民党議員の政経パーティーに出席した。党派を超え文献と自治、民主主義を日本の社会に実現したい。私には政治家大阪政治の野望が見えてきた。グループは違って、よろしくお願いします。お待ちしております。そう